人生初のね、ホワイトニングってやつをやってみようかと思いまして、お値段なんと10万円。うん、なかなかしますね。一生涯歯を白くするための契約です。僕はオフィスホワイトニングとホームホワイトニングをハイブリッドでやるコースを契約いたしました。うん、若干ねやはり黄色いんですよね。これがどうなるか、じゃあ行ってきます。はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。というわけでですね、以前お話しした、ホワイトニングの、初回に今日僕行ってまいります。多分今日は歯のクリーニングを軽くして、でマウスピースをもらって、あとホワイトニングのジェルですねもらって、今日から僕今夜から自分でホームホワイトニング、はい、はめて毎晩やることになると思うんだけど、まだね、まあ、説明だけしか受けてないからどうなるかわかんないんだけど、まあでもちょっとねワクワクしてます。あのお医者さんに行って、あの施術の、ね、様子を取ることはできないから、医療行為ですからね、まあそれできないんだけど、お医者さん自体にはこうやって話していいですよとか、名前出していいですよとかは許可取ってあるんで、はい、帰ってきてちょっと喋りたいと思います。行ってきます。はい、というわけで歯医者さん行ってまいりました。歯のねお掃除をしてもらってきました。ホワイトニングの前段階ですね。なんか塩とか超音波とか使って、なんか歯をきれいに、茶渋とかも取ってくれたりとかして、であと2回くらい磨いてくれたかな、フロスとかもしてくれて、あの歯がねすごいきれいになってる状態です。ただこれはホワイトニングではないので、歯の色はそのままです。でこれから僕は本格的にホワイトニングをしていくわけです。これそれが、こちらのセットですね。見てこれすごいよ、ほら注射器みたいなやつに入ってるジェルですねこれ。そしてマウスピース、この間歯型をね取ってもらってきたんですけど、こいつを作ってもらったんで、ここに、ジェルをチュッとやって、歯にはめてホワイトニング、ホームホワイトニングをこれから僕は毎日していくわけです。最低週5日って言ってた。でもなるべくしっかり毎日やった方が、次に歯医者さんに行ってオフィスホワイトニングをしてもらうときに、あの出来が全然違うんだって。まだ来月うちに来てオフィスホワイトニングをするまでにどれだけ頑張れるかで、清水さん白さが変わりますよって、だから頑張ってくださいって言われました。だから頑張りたいと思います。ただこいつ、ホワイトニングのジェルなんですけれども、こいつには濃度があって、まず 10% から始まります。次にもし染みることがなければ、濃度を上げていったりもするらしいんですけど、まあ、歯を白くするだけの強い薬なんでね、慎重に使っていきたいと思います。でおまけとしてもらってきたのがこちらの、歯医者さんの着色が取れやすいいい歯磨き粉と歯ブラシですね。 あともう一個あったな、こちら、同じくジェルなんですけど、こいつはですね、知覚過敏、もし、歯とかが痛くなっちゃったら、このホワイトニングのジェルと同じようにマウスピースに塗って、歯にはめて、ちょっとなんつうかな、痛み止めみたいなことをするらしいです。さあ、じゃあ早速ホームホワイトニング1回目やってみましょう。はい、じゃあまずは歯を磨きます。ちゃんとね歯をきれいにしておかないと薬剤も入っていかないんでね。あと地味にさ嬉しかったのが、あの清水さんすごく歯磨きが上手ですって、あんまり歯垢とか歯石がないですって。やっぱ歯ってね大事だと思ってるから、いつもあの丁寧に歯磨いてるんだけど、やっぱ褒められると嬉しいもんですね。でこれからもねしっかり磨いていきたいと思います。はい、オッケー、しっかり磨いてきました。そしたらこいつを開けて、まあどっちからでもいいんですけど、とりあえず上の歯からやろうかな。それではこのジェルを塗っていきます。塗っていくというよりはつけていくって感じかな。ほんのちょっとずつ、トレーニングしてもらったんだけど、だいたい米粒くらいのほんとちょこっとをつけてあげて、あー難しいな、なかなかコツがいりますね。まあ歯の大きさにもよるみたいなんですけどね。このジェルを適量。むずいぞ、おいむずいぞこれはなかなか慣れが必要だな。下の歯もサクッとやってしまおう。これめちゃめちゃむずいって。あははは。お、いい感じだ、慣れてきた。奥歯のところは全体に広がるようにちょっと伸ばす必要があるみたいです。よし、 OK、 いいだろう、こんなもんだな。教えてもらった限りだとね、本当に少なくていいみたい。あんまり多すぎるとはみ出しちゃって、あの歯茎とかに染みちゃうらしいんですよ。そしたらもう一回取って、あの拭き取ってはめたらいいみたいですけど、
さあこいつが本当に僕の歯を白くしてくれるのか、これから1ヶ月じゃないな、半年か頑張りたいと思います。昔ね空手やってたから一応マウスピースはめたことあるんですよ。あ、鏡見ながらの方がいいな。おお、入った入った入ったよ。じゃあ続いて下の方、あ、いい感じ、しっかり入った。そんなに漏れてる感じはないね。すげえ滑舌は悪くなるけど。これで約30分から2時間の間、ホワイトにもしていきます。飲食以外だったら普通に生活していいみたい、風呂入ったりもしていいみたいですね。しかし喋りにくい。違和感があるな。まあこれは多分ある程度したら慣れると思うし、最初のうちはね唾液が出るって言われたんだけど、まあある程度したらやっぱり口が、てか体が、まあこれ入ってるもんだってこう認識して唾液も止まるみたいです。でもし万が一ちょっと唾液が溜まっちゃったりとか、ちょっと薬とか大丈夫かなと思っても大丈夫みたいですね。普通に飲み込んでいいみたいですけど、まあ気になるようだったら吐き出してもいいって聞きました。でホームホワイトニングは前回話したように、象牙質をメインでやっていきます。まあエナメル質ももちろん白くなるんだけど、象牙質にしっかり浸透させるっていう意味で白くしていくっていう意味でこいつをねこれから使っていくわけですよ。てかごめん聞き苦しいねこれ。とりあえずこれでじゃあ2時間待ちたいと思います。うん、そんなに染みるってこともないですね。な、違和感自体もなんか薄れてきたし、意外に普通に生活できそうです。まあつけるタイミングとしては夜がいいのかな。やっぱり晩ご飯とか食べた後に歯を磨いてつけて、でお風呂とか入って、で寝る前に外してお布団に入るって感じかな。外した後も30分間は飲食禁止らしいですしね。まあでも思ったより短かったですね。なんか外した後ホワイトニングした後って色がつきやすいから、なんか1日ダメとかさ、コーヒーは絶対ダメとかそう言われるかと思ったんだけど、なんか30分でいいみたいですね。しかし喋りにくいな。でもね口開けてもほらこれなんだからさ、全然わかんないじゃん。近所のコンビニとかスーパーに買い出しに行くくらいは全然できそうですね。いやでも2時間飲食禁止って水もダメなのかな。多分ダメだよね、ジェルが薄まっちゃうから。ってことはちゃんと水分補給をして、お風呂とかもお風呂上がりって汗かいてるから水分補給必要じゃないですか。なるべくお風呂から出たと同時に外してちゃんと自分の気もできるくらいの時間割をちゃんと考えないとダメですね。まあちょっとめんどくさいかなとも思うけど、まあそれはしょうがないね。頑張るわ。半年頑張れば確実に歯が白くなるわけですから、よしやるぞ。はい、あれから2時間経過いたしました。じゃあマウスピースね外して洗いたいと思います。本当に何も染みなかったっすね。全然問題なかった。で、まずマウスピースを流水で流して、ブラシとかもね使って洗った方がいいみたいです。で、しっかり乾かしてこちらのケースに収納しておきます。あとは自分の歯磨きですね。ジェルがまだ残ってる状態なんで、こいつを落とすために軽くねブラシにもします。はい、というわけでね1回目のホームホワイトニング終わりましたけれども、まあやっぱり見てわかるほどそんなに劇的に変わってはないかな。まあ半年かけてね少しずつ白くしていくもんだから、そんないきなり変わらないでしょうけど、いやでもこれから楽しみですね。これを一月頑張って、そしたら歯医者さんに行って、オフィスホワイトニングの1回目をしてもらって、それをするとね、エナメル質がもともと透けてる素材らしいんだけど、それをこうすりガラスみたいに白くしてくるらしいんですよ。多分その処置をして初めて多分白さがね実感できるんじゃないかなと思いますけど、いや楽しみですね。はい、じゃあ頑張って続けていきます。いや前回も話したけど、やっぱりホワイトニングって実態わかんないじゃないですか。もしねこちらの動画が皆さんの参考になれば嬉しいです。僕もねまた探り手探りやっていくんで、はい、また続編作ろうと思います。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーワールドでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。